これまで M1 チップの MacBook Air でプレミアプロの 4K 動画編集ができるかどうかっていう検証をいろいろしてきたんですけども、前回の検証動画で M1 MacBook Air だとカラーサンプリングが422の 10bit で HLG の動画編集だとちょっと難しいなっていう感じになっていたんですが、それからいろいろと MacBook Air を使って編集とかいろいろしていたんですけども、かなり快適に編集できる方法を見つけたので、今日はそれをちょっと紹介したいと思います。結論を言いますと、編集時にプロキシっていうものを使うとカラーサンプリング422の、10bit の HLG の動画でもかなり快適に編集することができます。プロキシについて簡単に説明しますと、プロキシっていうのは元の重いファイルを軽いファイルに変換して、編集時はその軽いファイルを使うっていうのがプロキシという、機能になりますね。例えば 200MB ぐらいの動画ファイルですと、12MB ぐらいまで落ちるので、だいたい16分の1とかぐらいになります。それで、書き出すときは元のファイルで書き出すという感じになります。なので編集時は軽いファイルで軽く編集できて、書き出すときは元の綺麗なファイルで書き出すっていう感じですね。で、ですね、プレミアプロで、ちょっと画面を変えてプレミアプロでのプロキシの使い方を少し説明したいと思います。まずプロジェクトを開いた状態で、動画ファイルですね、その変換したい動画ファイル、動画全部でいいと思うんですけど、こういった動画ファイルを選択して、で、コントロールかな、コントロールを押しながらタップします。そうするとプロキシっていう、メニューが出てきて、その下の方にプロキシっていうのがあるので、これでプロキシを追加と押しますと。で、そうすると、プリセットが出てくるので、これはこのままでいいと思いますね。一番低い画質で書き出す感じでいいと思います。で、この辺はそんな設定変えずにそのまま OK を押すと、ビデオディレクトリ、ビデオのファイルが MP4 とかが入っている同じディレクトリにこのプロキシのファイルが作られます。で、OK を押すと少し時間がかかるので、プロキシが作成されるまでちょっと待ちます。で、プロキシの作成が終わったらそのままでは使えないので、何をするかというと、プロキシを使えるように設定をしないといけないんですが、設定も全然難しくないのでちょっと説明しますね。まずプロジェクトモニターのこの右側にあるこれですね、このプラスボタンを押して、これですね、プロキシの切り替えっていうものがあるので、これをこのままドラッグしてここに入れます。僕はもともと置いてあるので何も反応しないですけど、これですね。で、これがあるとプロキシと元ファイルの切り替えが簡単にできます。で、今はこれ押されてないので元ファイルですね。これは元ファイルです。で、これを押すと、でブルーになるとプロキシによる編集に切り替わります。ただこれだけですので、とても簡単です。で、ですね、プロキシと元ファイルの、編集の差をね、少しね、比較したいと思います。HLG の、422の HLG の動画ですと、まず、クリップの移動とかもかなりもたついたりしますし、あとは再生がかなりコマ落ちしていて、ほとんど使えない状態になります。で、それをそれぞれ比較します。まずは、クリップの移動してみますね。クリップの移動。元ファイルでクリップの移動がどれぐらいスピーディーにできるかってなりますね。で、トン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 って押していくので、いきます。これ見るとほとんど固まってるというか、処理が追いついてなくてコマが飛ばされちゃうんですよね。全然追いつかない感じです。
次にプロ棋士にします。プロ棋士はまあここ押して、これでプロ棋士になるので、これでクリップの移動します。やります。もうかなりスムーズにポン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 と移動できるのが分かると思います。元素材ですとほとんどこう次行くのにかなり時間かかって、次々行くと処理が追いつかなくて、次に再生をちょっと見てみたいと思います。元ファイルで再生をします。再生します。まず再生を押してから始まるまでもうすでに固まってますね。でもうこれ固まってるのが、固まってるのが駒落ちしてますよね。カクカクしてます。うん、これは一応フル画質でやってます。プレビューの画質は。で次にプロ棋士で再生したいと思います。再生します。再生を押してからスタートも早いですし、動画も駒落ちしたり処理が追いつかないような感じは全くしません。スムーズに流れてると思います。はい、終わります。で、ですね、まあこれはほとんど動画のファイル自体にあまりこう編集をエフェクトとかかけてないのでスムーズにいくんですけど、ワープスタビライザーとか細かいエフェクトをつけると少しもたつくというような時がありました。ただまあそこまで気になるようなレベルじゃないと思います。なのでですね、これ M1 チップだけじゃなくても、まあ僕今までこれプロキシっていう機能があるってこと全く知らなくて、iMac とか MacBook Pro、そのすごいスペック積んでる、そういうものでもこれプロキシを使ってやった方が全然いいんじゃないかなって思いましたね。ということで M1 チップ MacBook Air でプレミアプロを使って 4K 動画編集っていうのはまあほとんど問題ないんじゃないかなっていうのが、まあ、今のところの結論です。書き出しもプロ棋士でできるみたいなので、プロ棋士で書き出すとおそらく書き出し時間もかなり削減されると思うので、もうその最後の最終書き出しまではプロ棋士、全部プロ棋士でやって、で最後の最後で書き出しをする。でその時に少し時間かかりますけど、まあ寝る前とかなんか時間が空いた時にやればそんなに時間って取られるようなもんじゃないので、まあ1分1秒を争うようなプロの方はまあその高スペックなもので駆け出しした方がいいと思いますけど、そこまで焦ったりしないんでしたら MacBook Pro、 あ MacBook Air だけでも全然いけるんじゃないかなって思いました。先日ダヴィンチリゾルブも買って試したんですけど、かなり快適なので、プレミアプロもおそらくネイティブ対応していくと思いますので、まあ今このプロ棋士とか使っても編集できますし、そのネイティブとかが生まれたらまあさらに快適にできると思うので、動画編集したいって人は全然安心して買ってもいいんじゃないかなっていう思います。そこはそんな感じです。